普通学校用、温門鉄字法は、1912年に、朝鮮総督府が定めた朝鮮語の聖書法であり、近代において、初めて作成された朝鮮語の聖書法である。諸言4項と、鉄字法16項からなる、普通学校用、温門鉄字法1446年に、李氏朝鮮において、ハングルが、君民声音の名で反布されて以降、 ハングルの綴り字は成分化された聖書法を持たず、慣習的に行われてきた。近代に入り、大韓帝国期の1907年には学部に国語研究所が設置され、朝鮮語の聖書法の整備が進められたが、1910年の韓国併合によりその事業は朝鮮総督府に受け継がれることとなった。朝鮮総督府では韓国併合後、 普通学校での朝鮮語教科書に用いるハングルの綴りを整理、統一する目的で、鉄樹法を定めることにした。作業では、国部翔太郎、塩川一太郎、新城淳亭、高橋徹、京花鈴、坂菜、誠進、ゆき深氏、かし、源らが委員となり、1911年7月28日から11月に、かけて5回の会議を行い、 1912年4月に鉄字法を確定させた。この聖書法は、その後、1921年に、普通学校用、音門鉄字法対応として改定される。普通学校用、音門鉄字法は、それまで行われてきた朝鮮語の慣習的な綴りを、整理して成分化したものである。したがって、表記の基本は、発音通りに綴る従来通りの表音主義的。 表記法であった。また、ソウル方言を標準とすることも定められている。中期朝鮮語に存在した母音は16世紀頃から音感を失い始め、18世紀後半には朝鮮語の音素として消滅した。しかし、それにもかかわらず、文字としてのはその後も20世紀初頭まで、慣習的に用いられる状況が続いた。普通学校用。 音文鉄字法では、固有語の表記において、を廃止し、実際の発音に即して、もしくは、と表記することにした。ただし、漢字音の表記は、従来の慣習的表記法に従ったため、が維持された。現実の発音に即して、新字母と母音字母の組み合わせのうちのいくつかを改めた。固有語において、絶音字母、と、半母音、J、月の母音字母、 の組み合わせを認めない。すなわち、それまで、などと表記されてきたものは、実際には、と発音されるので、発音と乖離した、のような表記を行わないことにした。固有語において、と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 、の双方があり得る綴りは、と綴る。具体的には、四音字母において、といった綴りを、などと綴ることにした。ただし、漢字音の表記は、 従来の慣習的表記法に従ったため、これらの表記法は漢字音の表記には適用されなかった。修正の表記には単修正や座と復修正や座の10種類のみを認めた。現行性処方と比べ修正に用いる字母が少なかった。体言、要言の五感はできるだけ語尾と区別して綴るとしているが、表記上10種類の修正しか認めていないため、五感と語尾との綴り分けは、 極めて不完全であった。現行性処方で、修正、などと表記されるものは、以下のように表記され、形態素は、必ずしも一定に表示されなかった。ノートの表記は、のように左に、オフする方法のみを認め、を用いる、や、現行性処方のように、同一字号を並べる、は認めなかった。福祉を作る語尾は、と綴ることのみを認めている。長母音を示す記号として、 ハングルの左肩にをつける方法が取られた。日本語を表記するための規定が末尾に付されている、つ、つをと表記する点が現在と異なる。また、日本語の濁音は日本語の表記に習いのように、ハングルの右肩に濁点を打った。普通学校用、音文鉄字法対応では、つがになっているほか、超音符で長母音を表記し、 ハングルの左肩に反落点を打って、濁音を表記している。ありがとうございます。